どうもガブルです。戦いの時がやってきました。今回もですね、俺とこの COD モバイルの熱きバトル、戦いをですね、見ていてもらおうかなと思ってます。もう今日はその戦いの一部始終ですね。それがこいつですよ。ストアの方にシンクレートが来たわけなんですよね。まあこれ多分実況者誰も紹介しなかったんじゃないかな。もう紹介してたらごめん。これですね、強化偵察用クレートということですね。まあ単価が100円ということで、まあ割とちょっと高めなんですよね。ちょっと値段お高めなんですけども、今日狙っているのはこいつですよ。FR556 のスマートライフルということですね。あとは HVK と、あとは SKS のスマートライフルということで、まあ見た感じちょっとアイアンサイトが変わってるんで、今日はこいつをですね、まあメインに紹介していこうかなと思ってます。その前にですね、そう。運営アクティビジョンとの戦いですよ。やっていきましょう。レッツゴー。いや、今日はね、俺、気合入ってるよ。10連目。さあ、来いよ。ですよね。なんすか、これ。ヘッドオンスパイクってなんすか。ちょ、今日はもう、運営から引きずり出すわ。もう、運営、俺知ってんねんぞ。お前な、俺のアカウントだけ、絶対にそのクレートの確率下げてるやろ。間違いない。まあ、これが被害妄想って言うんですけど、なんすか、これ。ボケないと。40連目やぞ、これ。ちょ、40連目で一つも出てないけど。全部緑。俺の財布からお金が飛ぶぞ。あ、これやばいかもしれんな。ちょ待って。もう80連目回してんのに、全部これ4つ出てんねんけど。これ運営絶対操作してるよな。あ、また足りひん。負けないで、もう少し、最後まで、走り抜けて、どんなに終わったかもしれん。ほんまになって90で生きてるよ。これで1回ぐらい FR556。なんすかこれ。みんなごめん。HBK 代わりに紹介し、ちょっとこれやばいかもしれん。え、もう100連目やろ。ちょ、100連目でそのボーナスタイムやから、いや、 FR556 これ頼む頼む頼む。あ、終わった。やばい、もう1万5000いったよ。もうこれレジェンド明細の扱いっすよ。だってレジェンド明細1万5000っすよ、確定。だからさ、レジェンド明細の方が良くね、これだって。だってクレートさ、下手したら2万とか使わせれるんよ。こんな弱から間違えた。うん、まあ二度と使う。あ、間違えた、うん、こんな紙みたいな明細に2万も使われたか、俺もう耐えられへん、マジでこれ。うわぁ勝ちました、勝ちました。運営から奪い取りました。あ、SKS も来たってこれ、待って、今日来てるんじゃん。でももう俺、1万5000ぐらい使ったから、ちょっと正直でダメージでかすぎた、精神的ダメージが。うん、ちょっと一回ね、通常のアイアンサイトがこんな感じ。まあちょっと丸っこくて俺はちょっと嫌いかな。で、こっちっすよ。スマートライフルですよ。見ていこうか。いきますよ、これ。くぱー。これなんだよな、やっぱ。めっちゃえぐない、これ。マズルフラッシュめっちゃ使えないけど、これ。ピストンしてるて。パパパパパパパーンってね。で、眺めモーションがこんな感じ。いいっすね。輝いとるて。手来たな。ちなみに HVK のアイアンサイトはこんな感じ。まあ、普通かな。そんなに変わってないかな。あーでも結構ええ感じやわ。当て感はね、ええように感じますね。で、SKS はこんな感じ。なんか思ってんけどさ、こんな連射速度高かったっけ？こんな連射速度高かった。まあ普通にアイアンサイト見やすいわ。で、今日使うアタッチメントがこんな感じですね。今回ですね、はい。遠距離マックスということですね。多分これ遠距離マックスはやったことないんじゃないかな。機動性マックスとかはやったことあるけど。で、今回のカスタム、機動性は遅いんですけども、30メートルでもなんと、4発キルをかませるんですよね。ブチブチにするぞ。いや、もう間違いなく今シーズンね、タイプ25とか、あと M13 とか、強武器握りしめてね、目を輝かせてる COD ミンたちいると思うんですけども、残念です。私が来てますということですね。私がその夢をぶち壊しましょう。俺はね、若かりし頃にドリームクラッシャーとかね、夢を壊すものとか、メンタルを破壊、メンタルブレイカーとかに言われてましたからね、よろしくお願いします。やっていこうぜということですね。めちゃめちゃ可愛いやつおるやんということで、ちょっと手加減しようかな。やっぱり手加減しようかな。いるよ。オーマイガー、何すね、下おんなこれ。下おるから。いや、なんで、なんでそっち隠してんの。おかしいおかしい。これ、お前見てた、お前横見てたなあ。センターからお前登ってきたよ、これ。俺一人で行くぞ。待ってないから大丈夫、これ。俺一人でね、もう今日は行ってまおう、これ。来たー、何すね、いいよ。かどましてごらん。来たー、これな、今見た今の時計。これが俺好きなんですよ。きっと、笑いが止まらんわ。一旦 UAB と紹介していって、もうこれね、ハッピーセットですよ。センターオーナーこれ。いやー、これ上いますね、これ。上いるんで、一旦こういう登り方して、ここで待っていく。こういう遠距離も買っていくっていう、ナイスナイスで。で、これ一旦切れていく発音して、甘ってるのは俺やった。一旦これ、いいね。ピチピチピチ、ケアパッケージ溜まっていく。いったー、危ない危ない。ケアパッケージ、来てんね。
近づいてみ、飛ぶぞほんまに。この安定性とこの威力とこの射程とね、このケツのデカさ見てください。俺のケツこれ上におんな、これ俺死ぬ、これいたー。お前も道連れや。こっちから来ると思うんで、こっちから来ると思うんで、ここどこ、ここはあれ、あいつあそこに置いたっていうことは、あー滑んよー。一旦こっちから来ると思うんで ADS していくんですけども、センターから来てないから大丈夫。センター見てちょうだい。敵の風を感じろ。絶対いる。飛ぶぞ。お前の夢を砕けしちゃう。今日はね、もう絶好の血祭り日和ですね。ライバルとコーナーで差をつけろ。一緒に見るよ、一緒に見るよ。来るかな敵。大丈夫大丈夫、俺に任せろ。このポジションは俺に任せろ。お前の伝統は俺が引き付ける。ここ行くぞ。さあ来てみ、飛ぶぞ。ゲンギラゲンにさりげなく、これ多分に行く。絶対いる。間違い、来たー。もうさあ、ナノちゃん可愛いアイコンし、やることえげついやん。ちょっと待って、これ絶対戦だから来いやろな。もう俺今日ずっとここで見ときます。もう来いよ。俺ここで腕組んで待っとくわ。なんか戦だもんな。ナノちゃん出てこいよ、ナノ。オッケーオッケーオッケー。お前えぐいな、ほんまに。お前ほんまにえぐいな、これ。言うことえげついわ。ちょっと待って、行っちゃう。スモークの中にいたり、いなかったり、いたりいなかったり。こっから来る。どこっすか、このガスグレンの。ナノちゃん一体にどうしてんどの行こうぜ。ヤングはな、気持ちいい。ヤングこれ絶対無理。今見えたんで、でもあえて無視して上に行く。もう絶対来る。ナノちゃん、ナノちゃん、残念ナノちゃん、絶対来る。いや来ないっすよね。ここは来ねえんだよな。来るとか言ってるやつおる。絶対取ってくる。ペーンペーン。ほらお前レーザー見えてねえて。なんやねんこいつ、一歩満開。ほら俺から行こうかも。絶対見てる。えぐい、ほんまえぐい。ナノちゃんやることえぐいや、ほんま。もうかわいいアイコンしてえぐいって。のあいつはナノちゃん許されん。もうナノちゃんやることえぐいって。ナノちゃんなあ、いる場所知ってんねえかな。ナノちゃんたー、ナノちゃんじゃなかった。おお、曲か。なれお前このおっさん。いた、ナノちゃんさっ、たたたたたたた、終わったー。いいっすね、ナノちゃん。お疲れ様です。よくですね。いやーちょ、ケアパッケにさ、今日2回ぐらい出したかったけど、めっちゃ煽り始めるやん、めっちゃ煽り始めるやん。敵の位置を確認しつつ、ここ行ったらいると思うね。ナノちゃん、ナノちゃん、あー残念だったね。なんぞ今日はもう任せてくれ。見てこれ、もう飛ぶぞマジで。スコアもう俺だけですね、1000よ超えてるのは。ちょっとね、ドミネーションやろうかと考えたんですけども、今のね、この FR556、まあその射程激遅カスタムなんですけども、ドミネーション戦えたもんじゃないよ。さーて、スラムスということですね、絶対これ、ガンミスライバル、または SVT なんですけども、一旦これね、トロフィー出して、もうトロフィー出せないやつは、ブロンズ隊っすよ。ピンピン。いやー、スモーク隊だよ。いっていっていって、いいっすね。勇者いったぞ。えぐいえぐいえぐい。あと、オッケー。手、センターだ。こい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 、カモンカモンカモン、カモンヌカモンヌカモンヌ、センター取ったよ。でかでかい。こっからこっから夢を切り開いていくんだよな。ご覧か、これ大丈夫。いやー動くな、ちょこちょこすな、ちょこちょこ星人か。勝って、オーマイキュー、決めてください。飛ぶぞ飛ぶぞ、見たか、飛ぶぞ。命中率105やからな、知らんけど。なめとんなかお前マジで。ういー、この安定性なんだよな、俺が掘れたんは。ちょ、今日ね、喉が非常に枯れてるんで、ごめんね、今日喉めっちゃ枯れてる。やっぱその最近空気は乾燥してるじゃん。なんか俺のね、俺のチンポもちょっとカサカサチンポになりつつある。いったこれ来てんな。ナイス。いいね。お前、ナイファーやるのはいいけどさ、今ので俺ディスしてたら怒ってたぞ、今、お前に。これ後ろからかな。もうずっとここで待ってみよくない、これ。絶対腰かく。飛ぶぞ、マジで。ちょっと待って、このケアパッケージ取られたらやばいねんけど。いや、セントリーガンが。セントリーを、これセントリーを置いていく。セントリーの魔術師って言われたかな、俺は若かりし頃。一旦これダブル出して、ちょ、このスポーン面白くないからさ、そろそろ行こうぜ。一人待ってんな。勝ってえの、でかでかでか。ショッカーしに切り取られた。もう何そのドリブマイン。もうやだ、また。もうやめてちょうだい。でも待って、今回。いってーだーまあ、いや、お前、このサイトつけてんねん、こいつ。ふざけとんな、マジで。ナメプしてんねんけど。あ、いけ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 。なあ、ずいずい、これ待って。これ先手する。オッケー、頭一個出して勝てるわけない。ピン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 。おお、曲いいじゃん。
ちょっとこのケアパッケージは味方に取ってもろて、でここいるからやってもろていいっすね。どんな子でケアパッケージステルスヘイリーということですね。一旦これヘイリーをかましていってのこれ出していこうか。しっかり引き換えるところにポンと、オッケー、脇を確認して。でもこれステルスヘイリーって言ったからだいぶ枯れてる。最高これ、ナイスおかしいなんですけれども、多分こっちから来ると思うんで、みんなもかまましすぎる全体ね。こっち見てる、いやいやばばばばば、後ろ、なんでなんで後ろ崩壊した、後ろに味方がいたやろお前ら、お前らにやっぱね、俺の背中は任せられないですよ。お前らにまだ、ね、俺の背中は早すぎたな。壁抜き、OK？ 一旦ここ消化あるし破壊していく。なんか入ってきてますね、この安定性見ろ。うんこちゃん、いいよ、UAB とショッカーして出して、もう安定性と威力に関してはね、多分俺、トップクラス、まあ、トップクラスじゃないけど、なかなか高いんじゃないかなと思ってますよ。OK、単語で見ていっての。いや、こっち見とく。お前ら、背中は任せたぞ。さーて、最後のケアパケなんだろうな、ということでですね、こいつの最後を見届けていいですか。これ、V トールとか出えへん。ちょっと待って、え？オービンビンレーザーやん。オービンビンレーザー。もう溜まってるかね。ゲインギラゲインに最後は買っていくよ。24キル来てるって今日は。運営よ、この FR556 のアイアンサイト、あったけえわ。いいっすね。ブチブチにするぞ。ということで今回ファーマースだったんですけども、どうだったでしょうか。これからもですね、こういったようなのとかバンバン上げていきますので、ぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。